お疲れ様です。今日はですね、こちらラバエリゴレやっていきますということで、とてもね可愛らしい素敵なデッキを見つけたのでやっていこうと思います。まあ、ラバとエリゴレがね合体しちゃった、ただそれだけですね。なんかラバダクね、まあ、ラバスケドラスケキンかっていうのはテンプレデッキであるんですよ、ラバディガーね。はい、まあ、それと、まあ、エリゴレダクネヒーラーが合体したよっていうので、まあ、なんか見た目は綺麗ですけどね、見た目はね。はい、ってことで、まあ、中身はすごいぐっちゃぐちゃですけど、やることもねちょっとやっていこうかな。見た目は綺麗です。はい、見た目はね。よし、ってことで、まあラバでも攻めれるし、エリゴレでも攻めれるし、ディガーでも攻めれるし、迫撃は無視すればいいよね。はい、そういったところでいきましょうか。こんなんもうかますだけじゃない。いや、スケキンとかね、単品でこういうの逆サイがいいんですけどね、あのマイティいたんで逆逃げても来られるなと思って。さあ、いやいや、めっちゃ上手すぎる相手の防衛が。いや、でも上手とか下手とか関係ない基本的にそんなにいらない、必要ない。さあ、ということで1本折りましたで、ソウルコールして、これクエイクデリフト使った後で、あー、ウッドもあるか。はいはい、はみ出て、キングをどれだけ削ってくれるんだい。クエイクも使わせる。もしかしてこれ、いや、このままなんか折れそうじゃね。うぃはい、気持ちいい。いやー、これはね、一応やるとか。はい、もうこのなんか、ラバ出せば勝てそうじゃね。エリゴレでもいいかな。悩ましいとこではあるんですけど、難しいね、これ。どうしよう。いや、ここで、大人すぎる。一回捨てる。あのダクネを捨てて、マスキをしばいてからの、ラバ展開、始まり。あ、これですね。勝ちましたね。だってラバ止まんないでしょ。しかも今回相手マスケもデリもある中でのこのラバなんで、普通にね、そのラバデッキとかだったらちょっと苦しかったんじゃないですかラバエリゴレだからこそのね。いや、もうあげる、全然いいよ、もういくらでもあげるキングおられなかったら勝ちなんでね、キングだけおられないように頑張ろう。むずいね、戦い方が。ヒーラーもね、あ、ヒーラー添えてダクネとか回復させて、真ん中でいいや。もう分からん正直分からん。やらめで食っとこう。ゴブリンちょっと危ないんでね。ああ、さすがにねさすがにね。いや、もうぐちゃぐちゃですよ。はい、よし、ということでラバエリゴリですね。なんかいろんな攻め方ができるのはね、やっぱこういうデッキあるあるなんですけども、強いですよね。相手の弱いところをね、あの、つけ込めばいいだけなんで。いや、ちょっとこのデッキ可能性あります。はい、まあ、体育がねやや薄ではあるんですけど、まあ、その分陸の火力化け物なんで。さあ、テンテン、まあ、なんかヒーラーがなんだかんだねいい味を出しますよ。ぶっ壊るほどでもまあないんですけどね、ちょっとうざい、それがいい。さあ、いや、手札一括なんもできねえディガ捨てますさすがにね、なんもできん。初手ラバはね、ちょっとヤンキー。いや、これダクネからだったら素敵だったね。ポイズンとか打たせてヒーラーで回復みたいなあったんですけど、まあまあ。さあ、スケキンということは、おお、インドラか。この時ね、インドラのリセットないんですよね。それがちょっと嫌なんですけど、そんなん関係ねえかなそんなん関係ねえよな。よし、いってらっしゃい。ヒーラー頑張って、あのスケドラだけしばきたいな。いいので矢波打って、相手も矢波打ちたいでしょうね。よいしょ。まあ、気持ち程度にディガーでも飛ばして折れてくれたら幸せですよねいや、これ折れるだろこれはきついんじゃないのか。いやいや、あれホバまでさ食えねえかな。ちょ、真ん中スケキンで、あっ、スケドラマジで頑張れ。でかすぎる。これソウルコールいる、いらないか。じゃあ一回我慢。
簡単ですね、タワーおるのは。エリコレだけでヒーラースクならしてるだけだからね、これに関しては。ラーバいる？まあ今回対空意外といるんでね、矢なめもあるし、ラーバじゃなくても私は今回エリゴレとしてやっていこうかな。いやこれさ何も考えんでいいよね多分。あ、ヒーラーの出すタイミングちょっと遅れていったらさめっちゃ良くないと思いながら、どうなんやろ。これ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 、矢のスキョトラさ食えんかな。うわーやべ、食ってほしい。スキョトラ食うって何って感じ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、俺の予定と違う。いやでもこのラクネのコウモリがインドラだけ取って、ちょっと待って折れるくない？あ、折れました。なんか知らんけど、なんか知らんけどプッチョがね頑張ってましたね。かわいいエリゴレマジで好き。自分が使うエリゴレは好き、相手が使うエリゴレはマジで消えればいい。さあもうエリゴレに染まっちゃってるよ、どうしてくれんだよ。これはまあディガでいいか。もう大丈夫？危ない。さあユーノくんね、まあ30種とかじゃなければねなんとかなる気がするんですけども、ユーノベビー珍しい。だいぶヒーラーの回復あります、全然ダメージ受けていいです。おお、え、マジでテッカラムやん。さあ頑張って溶かしてくれそこで。よしよしよし、まあエレキもユキもタルもあるっすね、何でもあるね。このテッカの受けが意外と嫌だったりする、俺もしかして。陸がねかったわ。まあエリゴレを通すかラバを通すかなんですけども、悩ましいですねこれは非常に。まあラバかな、エレキとベビーだけなんで一応スケドラがちょっと強いかな。相手のベビードラも強いんだよねあれ、まあ、低めからコウモリいっぱい出してもらって、コウモリで仕留めたいけどね。これテッカ間に合うのやばくね、お前熟睡になれや。やばい、全部残ってる。うっ、いや一旦矢で耐えれる、矢だけに抑えたい。はいはいはい、反対いいのにはまってくるね。ね、難しいですねこれは。相手のベビドラ最強ではライトニング来るかな、まあ、これはもう仕方ない、全然いい、これだけで抑えれてるって考えたら悪くない。いやスケドラめっちゃ欲しい、ラバの後ろにスケドラつけるだけで強いんですけど、相手のエレキが強いんだよこれ。エリゴレ、エリゴレでマジ夢つかまないといけないな。そっち、いやちょっとありそう、まあ穴隙金は仕方ない。うちょっとありそうじゃない、いやめっちゃ流れいい。残っとし、あれくれ、絶対エリゴレやね、ライト来ても耐えれる。で、裏ディーガーだ。来た。これもうラム、ムシ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 。エリゴレ、エリゴレ、エリゴレ、お前、お前でやってこい。いけ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 。エリゴレ、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 届かなかったけど。いや、エリゴレでペッカ耐えてました。はい。こいつのおかげでした、今のは。陸受けちょっとなさすぎて。墓石とか欲しかったね。まあ、エリゴレで頑張るか。いや、今のでかいね。やっぱ助け合いですよね。ラバが頑張ってんだから、エリゴレもね、体張ってもらって。エリゴレで勝てるときは、まあ、ラバはお休みしてもらってね。ダークライドなんか強かったな、今、プロフィール。
ショテラバやショテラバかショテラバよりはショテリゴリの方がなんか強そうだよね。あーマジマジアチャオえマジアチャオールブレイカー説ない。うまいやつイコールってことはもう、あーペッカ工場やないか。みんなペッカ工場なんで。人員もあるね。え？いや、まあ、人技だ。ヒーラー人技だ、これ。めんどくさいよ。この流れさ、いけないですか、先生。エリゴレ。エリゴレいらないのか。地獄。戦争をしようじゃないか。あれ？あれ？だってよ。おひら残ってる。よっしゃ来た。結局ね、うまいやつもエリゴレの防衛はむずいんだろう。やべ、このスケドラヘナチコかも。相手のマジアチがエイム悪い、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 ガチで悪い。あいつ、え、悪すぎ。にゃー、調子乗ったかな。いや、俺これ右サイ無視して端前エリゴレヒーラーで落とせる気がします。どうですか、攻めてこい。絶対攻めてくるぞ、言うのぐらい。何も付け加えなかったら偉い。うわー、偉すぎる、それは。この状況で攻めないか。あんた偉いね。こっち、同裁決ダクネからまた入ってくる。あれあれほんまかほんまか幸せ。一緒に幸せな家庭を築こうぜ、俺。今ヒーラー出したかったんですよ、正直。じゃエリゴレ頑張れ。エリゴレ、お前なら頑張れると信じてね。ラバが頑張ってるのか、あれは何がどうなってるんだ。マジやばい、全部残りそう。うっ、いや、エリゴレ結局お前だわ。あぶねえ、なんか全部残ってそうな感じをしたんですけどね。残ってるのは俺のエリゴレでした。でかい、でかすぎる。脳いかれる。これやべ、変な快楽物質出てる。気持ちよすぎる。さあまさか、よろしく。なんだこれは。引き分けにしたいって、そんな恥ずかしいこと言うのやめろよ。お前はまだ負けてねえんだ。さあホグ来ました。ホグ来たんかって感じですね。エリゴレダクネヒーラーそれだけなんで、ね、あんま関係ないっす。俺には関係ないっす。ローケコだったら幸せっすよね。ボムじゃなかったらいいな。バルキリー咲いてるし。はあ、それは聞いてないよ。ゴブリン、マジで事故ってくるの。ああきっつ。何やったあのグッドゲーム連。意味わからんや。だるいって。ほぐるちやないかい。ちょっと待ってくれ。バルチは違うやろ。全部いかれるやん。まあ俺も両サイドを攻めることによってなんか成り立ちそうな気もする。このねバルチをどっちにも出したい。めっちゃいいバルキリー。これ死亡時効も生かすよ俺。1体残り、パカン。はい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 、計算通り、計算通り。それこらね、使わないんです男はね。まあ、ホグは止めないです、止めないです、止める気もないです。
ロケで終わんないで。あんたロケットの知ってるよ。うっ、なあ、ずるいって、ホグマルチは。どう考えてもハルチはずるいって。バルキリーも、ロケも。うわあ、もう一回やっても負けそう。しゃあなし。まあ、負けるのもエリゴレの宿命。そういう運命でしかない。グランドクラウンだ。俺が前、サバがお世話になっててくなんだ。さあ、よろしくお願いいたします。エリゴレです。エリゴレのよろしくです。これ何出すでしょって。悩むね。なるほど。いやー、これ仲良しエリゴレあるかな。これどうしよう。スケキンはね、防衛で使いたいんですけど、まあいいや、いってらっしゃい。おー、となるとエレジャイとかもあるっすね。全然一回ディガーとかであんまエレジャイつけてほしくないよ、アピールして。よしよし、つけてほしくないんですよ。暇ソウルコールでもしとくか。あ、ヒーラーで頑張れたらいいなぐらいですけど、まあ止まんないっすね、相手のエレジャイは。でフェニックスも来るじゃないですか。これどうしよう。全部エレジャイの餌なんだけど。これもまた宿命ということですか。いや、これはね、鳥の使ってほしい。いやー、誘ったよ。で、こうよ。ヒーラー、卵で回復していいよ。よしよしよし。卵でね。要注意。回復して。いや、めっちゃハイスピも飛んだ。これもうキングまで行かなきゃ。絶対行かなきゃいけない。あー、エリゴレ間に合う。ヒーラー、ヒーラー、これさ、無限に回復できん。あ、エリゼの反射でマクしちゃうんだ、ヒーラー。よしね。まだもう、まだトルネ使わして、使ったら回復して、この回復で。いや、召喚時ヒーラー強すぎる。でかい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 。あ、心の声が漏れました。あ、これね、あるんですよ、ライト。あ、ライト来るかなと思ったんですけど、ハイスピ型のね、流行りのね。あ、ここで降りたいのか、相手は。あ、じゃあ降らせなければさ。あ、かっ、あ、めちゃくちゃいい取るね。それやばい、ね、守れたらな話ですけど。プッチョ、うちのプッチョ止まんないよ。うちのプッチョ硬くて有名やで。最悪のプッチョだ。さあ、プッチョプッチョプッチョ、おめでとう。いやー、負けんないかな。よし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 。さあ、エリゴレ守れないんですけど、エリゴレじゃねえ、エリジャイ相手もね、止まりません。お互い様です。さあ、気持ちいい。ヒーラーの回復あってよかった。あ、なかったら終わってましたね。全部溶けてた。召喚時回復のおかげ。さあ、いい手札じゃない。あ、いい、これ珍しい。 2.65 やん。26だるい。あー、まあボムバルでもだるい。変わらずボム行きですからね。エリゴレが活躍しにくいよね、俺のパートナーは。これなんかこんな感じでさ、おしゃれぶっていきたいよ。お、ダグネが残ってる。やばい、天才かわいいです。それこれ使って。お、あー、でもタルか。いやー、めっちゃ綺麗な防衛。なんだかんだやば。これはね、
ラバーダクネで組んでボムタワーを使わしてのエリゴル特攻隊ですね。しかない気がしたよ。このヒーラー捨てることになるな。もったいないんでこれだけしとこ。よし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 、いやいや、これもう逆サイバルーンとか無視ですからね。いや、同サイバルーンはやだー。耐久捨てちゃったよ。まあ、関係ないんですけどね、あんま俺は。無視するし、どうせ。よし、はい。あ、待って、え、今、なんでディガ出てきた、お前、どっから。謎ディガすぎるやろ、これ。どう考えてもケツラバや、今。出たがってたらしい。やべ。あの、マスケガチでやばいな。チンパンやん、マスケって。4人いる。やだよ、それ。あとボム咲いたよね。あんたボム咲いたの知ってんだよ、俺だって。ノスケギンよし、え、これ守るポジやね。これ守れる俺。いや、相手俺だね。はい、エリコレ持ってました。サプライズだよ。あんた誕生日だよね、今日、お弁当。サプライズプレゼント、エリコレ。はい、いや、これ、うまくいきすぎじゃない？エリコレ隠しとく戦法、大成功。さては、正しい、みんな、なんだ。正しい戦い方を見つけてしまった。ラバで、施設とかをね、使わしてのエリコレ特攻。いや、完璧じゃない今の。絶対そうっすよね。あー、マジ、マイティぶっ壊れ。明らかにおかしい。加工されてない。足りない。明らかに足りません、加工。いいよ、スケドラ。いいよ。ロケコね。不気味できるよね。いや、いいよ。もうね。あげるあげる。いいよいいよ、もう全然。延命したいならして。いい夢だけやめてほしい。いい夢だけ。いい夢じゃなければ何でもいいよ。いい夢じゃなければ何でもいいよ。あの、これロッキーが2周目回されるんですけど。まあ。マイティバカーか。あの、せっこ。嫌いでーす。え、待って、ボム。それはどんな可能性もあるか。そうだ。まあでもこれで最終的に、あー、ロケコだけはやってほしかった。分かってますね。あの子だけが大問題なんですよ。まあでもロケコだけみたいな。マイティアですよね。なんかすごい、ロケコあいつ、頑張りすぎてる。ジジイまで来すぎやろ。人の人そんな入ってくんなよ。しばく。あのロケコは。さあ、まあ問題はね、これ2-1でしばかれる可能性あります。やっぱ守らないが貴重。で、このマイティも無視です。で、キングで勝ちたい。え、待って、やばい。マジ、マイティ、マイティ。危ねえ。めっちゃギリ耐えた。
うおー、危ねえ。危ねえ。大胆に行こうぜ。さあ12勝です。さあいらっしゃいウルトラレア。あんま出ない。あ、来た。まあディガーでも出てくれねえかな。ディガーかな。うわー、え、初めて当たったこの予想。そんだけ。